ちは、関西の皆さん、はじめまして。私、日本三景の一つ松島のですね、ここの観光遊覧船の責任者理事長をしてます伊藤でございます。で、去年のですね 3.11 から地震津波よりですね復興いたしまして、去年の4月の29日から東日本大震災の復興一番乗りをさせていただきました。松島は260余りの島がありまして、その島々が自然の防波堤になりまして、松島の方にの被害はですね軽微で済みました。で、去年の秋からですね団体のお客さんも参りまして、インバウンド外国の方も来まして、今 80% くらいのお客さんが訪れるようになりました。松島はですね原発と違いまして、ここのところは別に影響もございません。ですから安心安全などこでございますから、どうぞおいでになってください。はい、本当に普通ですね。普通の街です。普通に復興してます。ね、全域がこれぐらい元に戻ってくれるといいですね。なんか希望を感じます。東松島市ですね、松島より少し北に行ったあたりです。もうすぐそこが海なんですけども、もうほとんど津波の影響を受けていない、もしくは、回復が早かったでしょうかね。もう田園も普通に美しい姿を取り戻してますね。本当に綺麗な景色です。一日も早く東北全域がまあこれぐらい美しい景色を取り戻せるように祈ってます。